くらはぎのストレッチを行っていきます。両手を壁につき手で支えます。片足を後ろに引き、手に体重をかけるように少し壁を押していきましょう。この時に後ろの足のつま先がしっかり正面を向いていることを確認してください。反対も行っていきます。つま先が正面を向いていることを確認し、手に体重をかけていきます。この時につま先が外に向いている、もしくは後ろの足がかかとが上がってしまう、この状態になるとふくらはぎのストレッチが弱くなってしまうので、つま先はまっすぐ正面に、足裏全体が床を感じている状態でストレッチをかけてください。ふくらはぎにストレッチを感じてから30秒キープしていきましょう。以上がふくらはぎのストレッチになります。